はいどうも、はじめましたアリチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、というところで皆さん、今回はですね、この私レイチャンネルがですね、このプロスペース界に、新たな、伝説、そこまではちょっと言い過ぎかもしれない、新たな挑戦、新企画をね、持ち込んできました。名付けましてプロスペースティア表周辺はい、というところでね、まあ今回はですね、ちょっとなんかすごい今日さ、なんか俺なんか色が黒いんだけどさ、なんかちょっとカメラの具合だねこれね。まあどうでもいいんだけど、今回はですね、プロスペースのティア表というのをね、作ってきましたね。ティア表っていうのは何かと、言いますと、まあね、よくね、他のゲームとかで言うとキャラのランク、強さのランク分けをする表があるんですよ。なんだけどプロスペース界にあんまりそういうのってないな、みたいな。まあ、もちろんね、選手が登場して、選手評価で、例えば、この人は S ランクだとか B ランクだとかっていう評価は全然あるんですけど、やっぱり表にした方が、今の環境で、じゃあどういうピッチャーが今強いのかっていうのが、わかりやすいというふうに思うんですよね。まあ、僕自身も今ポケモンやってまして、まだまだ初心者なんですけど、やっぱ上手い方がこう YouTube とかで上げてるのを見て、ティア表を。そう、それを見て、すごいね、すごい参考になったのよ。だもんで、じゃあこれプロスペースで、まあ僕プロスペースリアタイも詳しいですから、やったら、初心者の方とか、まあ、中級者の方とかでもこうなんか参考になるかなと思って、今回ね新企画の方を、持ってきました。はい、というところでね、まずね早速プロスペースのティア表をね、作ってきましたので見てみましょうか。はい、ドンはい、こちらになりますね。ちょっとね作るのがねすごく難しくて、なんかね選手もいっぱいいるのでごちゃごちゃしてるかもしれませんが、まあ、S ランクから、まあ、E ランクみたいな感じで、まあね1、2、3、4、5、6、6つのね、ランクに分けております。でこちらはまずね注意点なんですけど、必ずしも、全員がもうみんながみんなこの評価になるとは限らないよといったところです。まあ、全体的な総合的な評価を見て S ランクから E ランク、とりあえずランクの強さに分けてあるので、まあ、例えばなんだけど、まあ、C ランクじゃあマー君がおって、じゃあ B ランクに山岡さんがいますけど、例えばまあ自分は、マー君の方が配球しやすいっていう風になってくると、まあ、もちろんねマー君を使うっていう風になってくると思うんだけど、まあ、全体的に見て、総合的に僕が、評価してきたっていう感じになります。まあ、結局はね、このピッチャーを扱うプレイヤースキルがまずは必要だよっていうのは皆さん頭に入れておいてほしいかなというふうには思います。はい、でね、じゃあちょっとねティア表を見ていくんですが、ちょっとねまあいろいろ注意点もあるので、そこら辺もねお話できたらいいかなというふうには思います。はい、まずね S ランク、はい、この4人ね、まあ妥当でしょう。今の環境はもうこの4人はやっぱり強いからね。でちょっと注意点がありまして、藤波さんなんですけど、ちょっと選手名鑑見ていきましょうか。はい、藤波投手、今回ね S ランクに TS が入ってるんですけど、ツーシームスプリットの藤波投手もねいるんですよね。ただねこの藤波投手は、ツースプだとまあ今の環境あんまり出てこないんですよね。でまあぶっちゃけツースプなんでそれなりに強いので、まあ、C か D ぐらいの強さはツースプの方でもあるかなといったところはあります。まあでもねこの TS の藤波投手だからこそ S ランクを誇ってるみたいなところはありますね。はい、それに乗っかってサンパチビエラさんもいるんですよね。ビエラさんね、まあ、強いんですけど、こちらのビエラさんも、まあぶっちゃけもう最新シリーズのビエラさんが一番最強なの。でこっちのビエラさんは、まあ、C ランクぐらいに入ってくるかなみたいなところはあるんですが、まあおそらくね、まあ、今後もビエラさんはとりあえず登場することはないので、まあとりあえず S ランクに最新シリーズのビエラさんが入ってるよっていう形になります。はい、続いて皆さんね、A ランクの方を見ていきましょうか。A ランクはですね、見ての通り7人の投手が入っておりますね。まあ全体的に見るとね、大谷さん、藤川さんあたりが、S ランクじゃないのって思う方もいると思うんですけど、まあだいぶ慣れてこられてる環境ではあるんですよ。そう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 、大谷さんとかも結構打つ方、まあ、テクニカルハイとか見てるとね増えてきてます。対応してるなっていう方が、練習してるなっていう方が、なんでね、まあ、A ランクに入ってるかなっていう感じなんですけど、まあ、他注意点で言うと吉信さん、宮西さん、千賀さんはシリーズによって球種が違ったりとかするんですよ。ただやっぱり吉信さんも宮西さんも千賀さんもどのシリーズでもぶっちゃけ強いです。A ランク帯に入ってきてもおかしくないです。ただ、僕が今載せてるアニバ吉信、アニバ宮西、2022年シリーズ2の最新の千賀さん、これが一番その中で最強だよっていうだけで、他の、千賀さん、山本吉信さん、宮西さんでも強いよっていうのは皆さんね、頭入れといてほしいかなというふうに思う。
はい、でね、A ランク帯にね、一番右に山岡投手、多分見慣れない方もいるんじゃないかな、このアニバーサリーの山岡さん。これね、超大ピンチの山岡投手なんですよ。しかもドロップカーブ、うん、見てもらったらわかるんですけど、これ、はいはいはい、これね、まあレイちゃんもうこれ出てこないでしょうと、うん、いう方もいると思うんですけど、これね、皆さんが上手くなった時に上位帯でちょこちょこと当たります。今回テクニカルハイで僕2回当たりました。なんで、あの、一応打者目線的に知っといてほしいというところで、超高スクルールでは A ランク帯に、入れております。はい、あと注意点とすれば、まあ A ランク帯に高梨投手がいますが、ランクルールになると、ガクッと評価を下げて、まあ C ランク D ランクぐらいに落ちてくるんじゃないのかなといったイメージはあるので、ランク戦で使う場合は注意かなといったところはあります。まあ大谷さんに関してはね、ぶっちゃけランクでもある程度強いので、あんまり意識はしなくていいかなといったところはね。うん、はい、続いて B ランク帯ですね。B ランク帯もね、7人の選手が入っておりますね。まあざっと見た感じ、山岡さん、石川さん、レイちゃん打てるよっていう多分結構いると思うんですけど、このね、山岡さん、石川さんは超高速フェードで、使い方が上手い人は本当に上手い、そして打ちづらいんですよ。なんでね、今回評価は高めで B ランクに置いておりますけど、皆さんもね、ぜひぜひ山岡投手、石川投手は、まあ、僕もね結構使ったりとかしてるので、配球とかね学んで、もう強さをね発揮してもらいたいかなというふうに思う。で、 B ランク帯見ると、まあ、ダルセレ、あと、あ、ダルセレじゃない、セレダル、一番右にですね、松井裕樹投手入ってると思うんですけど、この松井裕樹投手も多分見慣れないと思うんですけど、3500の松井裕樹投手、はい、現在の松井裕樹さんと全然球種が違って、斜めスライダーにツーシーム持ってるんですね。この松井裕樹さんもね、まあ、今後登場することはないかもしれませんが、僕もテクニカルハイで、まあ、数回当たりましたけど、結構打ちづらいピッチャーなので、把握することは大事なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、あとはですね、まあライデル、沢村さん、松永さんといったところで、まあ超高速だとね、やっぱりね、なかなか打ちづらいピッチャーが入ってきてはいるんですが、注意点としてはですね、山岡さん、石川さん、先ほどね名前挙げさせてもらいましたけど、ランクルールになるとちょっと対応されやすいところはあるので、やっぱり球があんまり速くないので、まあランクルールになると、ランクを落として C ランク D ランク帯になってしまうのかなといったところはありますね。まあ他のピッチャーはぶっちゃけね、ランクルールでもある程度強いのかなというふうには思います。さあ続いてね、ちょっと C ランクの方を見ていきましょう。はい、 C ランク帯ですね。 C ランク帯、大魔神マー君、まあ2球種系が入ってきたりとか、まああとは松井さんとね、まあ皆さん注目してるシンダルさんね、レイちゃん評価低いんじゃないと、シンダルビッシュさんね、なかなかきつくなってきてる。多分去年とかだったら A とか B とかにおったと思うんだけど、まあ今はね、ちょっとランク落として C ランク帯、もうね、正直ね、ツーシーム打つ人多いんだよね、ツースプって。そう。だもんで今回は、まあ、セレダルより評価低めの C ランクに置いてありますね。で、あとね、まあポイントなんですけど、大魔神と長川さんが一緒じゃねえかと。まあぶっちゃけもう、ここは、そこまでランクを分けるほどの、強さに、変化はないかなと。まあ、特能はね、確かに大魔神の方が強いんですけどね。まあ、C ランク帯も結構妥当な選手が入ってるんじゃないかなといったところなんですが、ランク戦になると、マー君、ギャレット、ダルビッシュさんあたりはですね、B ランクに行ってもおかしくない。逆に上に行く。やっぱりツースプーはね、やっぱランク戦強いので、マー君、ギャレット、ダルビッシュさんあたりは B ランク帯におってもおかしくない選手なのかなというふうに思います。はい、あとはですね、 D ランク帯 E ランク帯はですね、まあ皆さん見て、ある程度ね、皆さんの目で、確認してもらいたいかなと、紹介はね、ちょっと省いていきたいかなというふうに思うんですけど、でロドリゲス投手に関しては最新シリーズのみかなというふうに思いますね。やっぱりね、ムービングファースト B じゃないとちょっときついっていう、意見もね多々ありましたので、最新シリーズのジャリエルじゃないと、このランク帯には入ってこないかなといったところですね。まああとは山岡さんね、ナックルカーブ山岡さんが D ランクに入ってる。で B に、ドロップカーブの山岡投手で、 A に超大ピンチ山岡投手ということで、山岡さん盛り放題みたいな感じですけど、やっぱりね、ドロップカーブが強いんだよね。はい、 E ランクはですね、まあ本当に、まあピッチャーがまだ集まってない方が埋め合わせで、使うような投手なのかなと、困ったら使うみたいな、とりあえず枚数が足りないから使うみたいな投手になってくる。ただね、ただだよ、ここを、勘違いしてほしくないのが、弱いってわけではないからね。強いですから。僕もね、この E ランク帯にいるピッチャーで抑えられたことありますので、全然、ここに乗ってる選手は、リア帯で使える投手として僕は、名前を挙げさせてもらってます。ってなると、
おそらくここで最後思うのが、ツーシーム A の大野投手、そして、他にあと則本投手ですね、スプリットフォークの、レイちゃん入ってないよと、言われる方もいると思うんですけど、まあここねちょっと入れるか入れないか迷ったんですけど、まあもちろん強いんですよ、それなりに強いんですけど、最近やっぱり大会ではもうだいぶ、使用率も、落ちてきているので、ちょっとね今回はでも入ってきても E ランク帯に入ってくると思うので、今回はねちょっとね外させてもらいました。はい、というところでね、ちょっと長々と喋ってしまいましたが、まあ、最後にね、まとめておきたいのがですね、まあ、このティア表だけじゃないよって、まあね、冒頭部分でも言いましたけど、だけじゃないんですよ、ぶっちゃけ。まあ、D ランク帯の選手でも、B ぐらいの活躍を見せるときはあるんですよね。なので、まあ、皆さんの本当にプレイヤースキル、配球が大事だよっていうのは、頭入れといてほしいかなといったところですね。まあね、これはですね、この表は、ある程度参考にしてもらいたい。まあ、僕はね、やっぱり、そこまでね、すごい高い順位ではないです。まあね、今回の大会もね、ベスト8を狙ってましたが90何位とかだったんですけど91位かな、そうですね、まあまあまあ、それでもねやっぱりね戦う相手は1桁の方と当たったりとか2桁のね、強い方と当たってる中で、どういうピッチャーを使ってるのかとか、あとはですね昨日の、配信のアーカイブまたね、載せておきますけど、強い方とかもね来てね、アドバイスとかくださったりとか、プロの方とかも、アドバイスくださったりとかしましたので、まあ、その中で組んだ、表でありますので、まあ、皆さんねそこら辺は、理解いただいて、まあ、参考にしてほしいかなというふうには思います。はい、というところでね、皆さん本当にありがとうございました。またね、これ第2回第3回もまあ数ヶ月に1回は、やってって環境会議をねやっていきたいなというふうに思います。まあねこの中でね誰がまた S ランクに上がるのかとか、A ランクにもしかしたらね慣れてこられて打たれるようになって落ちるみたいなこともあるかもしれないのでね、皆さんね要チェックしてあげてください。というところでね、皆さん本当に今日はありがとうございました。それじゃあ皆さんお疲れ。